ハロー、みんなのアイドルうどんげだよ。どうも、主役のサナエです。字幕でアピールすんなやかましい。ついに来ましたね、私のスナイパー会が。今回はなんとマップ3つの豪華3本立てでお送りしますよ。早速見つけました、逃がしませんよ。おお、幸先いいね。この日のために奇跡の力貯めてきましたからね。暴れますよ。奇跡の力ってチャージ式なのね。さっきのやつは逃しましたか。君は逃がしませんよ。まともなスナイパーしてるじゃん。どうしたの？いつもメタスナイパーしてますからね。今回は真面目回ですよ。あ、レイゼンさん、今回の説明をお願いします。了解。今回のマップはカスピ海ヨーグルト BF4 の動画で1回出てきたマップだね。なんか違う気がするんですけど、私が主役なので許します。ルールはコンクエストグラインド。武器はスナイパー初期武器の SWS10 を持ってきたよ。歩兵専門のコンクエストですね。人数多ければ接戦になるはずですが、今は全拠してますね。人数が10人いないコンクエスト久々に見たよ。さすがに敵は裏取り行きましたかね。私たちも移動しましょうか。ここはちょっと待て、ここ別マップじゃん。ここの鉄塔取られると山側取られるんで守りたいですね。おい待て、さっきのカスピアンボーダーの試合はどこに行ったんだ。あの後スナイパーできるせず試合終わりましたね。残りの時間何もしてないスナイパーは帰れ。てかさ、まさかだと思うけど豪華3本立ての理由って。そうです、見どころが少なすぎて一試合じゃ話にならないんですよね。ドヤ顔で言わないでよ、悲しくなる。鉄塔を登るなんてそんなことはさせませんよ。せめて胴体は当てましょうよスナイパーさん。ここは制圧できましたね。一度鉄塔上から狙ってみますか。この鉄塔はパラシュートで移動すればどの拠点も狙えるのが強いよね。つまり遠距離射撃チャンスですね。どこかにターゲットは。あれは弾貫通するんですかね。確認する前に適当に撃つんじゃねえ。そもそも私 150m 以下普段狙わないんでよくわかんないですね。狙撃銃の意味ないじゃん。ついつい拠点優先動きしちゃうんですよね。うどんげ部隊スナイパー向いてない説。至近距離も全部倒せるスナイパーになれば問題ないんですよ。普通の銃でも倒せてないのによく言うよ。敵も全然見えないし、アルファ1の防衛に向かいますね。防衛どころか取られていますが、危ない。 KIA 先輩のお世話になるところでした。けどここは拠点真上、移動する敵をぶち抜くチャンスですよ。いやー当たんないですね。もう諦めてマークスマンライフル持ったらダメです。あの一撃で倒せる快感が楽しいんですよ。あ、君にはハンドガンの弾あげますね。ハンドガン使ってんじゃん。状況に応じて使い分けする方が強いですよ。さっきどの距離も倒せるスナイパーって、もう、ああ言えばこう言いますね。そっくりそのままブーメラン投げたろか。敵結構詰めてきましたね。一旦下がりますよ。さて、敵は負けました。シャーリー2取り返しますか。なんでスウェーデンまで逃げてるんだこの兵士。さすらいのジャーニーがあるじゃないです。一発当てました。逃がしませんよ敵兵士さん。車に隠れちゃったね。窓を貫通すれば問題ないですよ。なんで今のは当てられるんだよ。奇跡の力なので私にもわかりませんね。この後やられるのでカットしますか。なんでカットできないんですか。いや今カットしても意味ないですからね。前回カットしさせられたお返しだよ。殺さない。味方が AD 攻めてるよ。これは最高のスナイパーチャンスですね。ここでスナイパーらしいプレイ見せてくれないと放送事故だからね。任せてください。まずは1人目。2人目は外しましたが、まだかなりいますね。スナイパー狙ってきてるよ。母カウンタースナイプしてあげますよ。バレとるがな。味方が近くにいてよかったです。ここから巻き返しますよ。ナイスキル。しばらくこの辺で打ち合いそうですし、ビーコン置いて耐久戦しますか。ブラボーにいたスナイパーはまだいますかね。見た感じいないね。偏差打ち難しいですね。普段から使ってる人はすごいです。一発入れたけど狙うの厳しそうだね。じゃあ打ち合いに必死の敵を倒しましょうか。ナイスヘッショ。まだまだいそうだよ。このポジなかなか強いかもしれないですね。君にはおまけでもう一発あげましょう。アルファ2側から結構撃ってきたね。そろそろチャーリー危ないかな。私が倒してしまえば問題ありません。すごい、スナイパーできるシーンがここまで続くなんて。褒めてるようでバカにしてません。そりゃ味方に照準合わせるレベルのスナイパーだし、ハードコアじゃないのでセーフです。味方がブラボー入ったので移動しましょうか。ここはエコワン、さっきから定期的になって気になるので制圧しに来ました。え、その装備で防衛するの？味方がいたら大丈夫ですよ。よし、私のおかげでエコを取れましたね。拠点防衛中に1キルもできないって。いやー早く相棒の Q3R を解除しないとハンドガンは無理ですね。そもそもスナイパーは室内戦をしない方がいいんだよ。けどロッカーの TDM は、おばあちゃん BF4 は今年でもう10年経つのよ。てか、さっきからエコワン側から撃たれますね。味方ちゃん上見てるし、屋上にビーコン置いてるんじゃない？ビル下戦車で崩せばなんとかなりそうですね。いつまで BF4 に浸ってるんだ帰ってこい。いや、10年経つのが信じられなくて、未だに海外サバ人いるからびっくりするよ。レイゼンさんも浸ってません。私の青春は BF4 と26に捧げたからな。全く青さを感じない青春ありがとうございます。あ、あいつまだ顔出してる。エコーはもう諦めて BC 艦の戦闘に戻りましょうか。移動してる間に取られてたね。裏取りは怖いですが、味方がまた詰めていますので勢いについていきましょう。敵さん私のことを見逃すと死んじゃいますよ。君も私を見てないな。暗い胴体適当ショット。頭じゃないけど。
2連休だし一か、勝てば正義なんですよ。チケットも残りわずかです。最後にブラボー取って勝ちますよ。最前線で戦ってる砂兵、結局エコーは取られたままなんだね。案内モノソーツはいいです。開けた拠点を取るのです。スナイパーとは思えないセリフだなほんと。Q3R。さっさと解除した方が今後楽ですね。あれハンドガンで100キルしないといけないのがめんどくさい。冷戦3次小ハンドガンのプロデスし解除しに行ってくださいよ。めんどくさい。ケチ、主戦と、ヤブ医者、発情ウサギ。なんだお前もう一度言ってみろ。神、節約上手、メイ、発情ウサギ。そうそう、それで。おいまて最後一緒じゃねえか。いやー敵の最後の防衛すごいですね。何もできません。話聞けや。何でしたっけ、私のスナイパー上手すぎるって話でした。一回も言ってないわそんなこと。最後は死んで終わりましたか。キルして終わりたかったですね。よかった、最後の試合は終わりまでいけて。なんですか、まるで途中の試合が終わりきってないみたいな言い方ですね。いやその通りなんだよ。ふふ、そんなたわごとはいいですよ。私の表彰が楽しみです。今回はちゃんと兵士が出てきてるね。なんでですか、私が映ってないなんてありえませんよ。そりゃこんな中途半端な成績じゃね。むむむ。いいですよ、次回スナイパー使うときはこの3倍キルしてみます。あ、はい頑張ってね。今回はこの辺でお別れです。次回はアップデート後ですかね。陛下システムが戻るらしいし、懐かしの BF を味わえるといいね。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。また見てねー。